社長、お疲れ様です。今お時間よろしいですか？お疲れ様、佐々木さん。何か問題でもあった？問題がなければご連絡してはいけませんか？今日はあまり社長と会社でお話しできなかったので、LINE させてもらったんです。仕事の LINE じゃないなら控えてもらえると助かるな。うちの会社がアットホームだからって、プライベートで社長の俺が特定の社員とだけ LINE してるなんて、他の社員もいい気がしないだろ。二人だけの秘密にすればいいんですよ。私と社長だけの秘密、なんかとっても幹部で響きですよね。仕事の用じゃないなら通知を切らせてもらうよ。これから出かける用事があるんだ。どちら行かれるんですか？佐々木さんには関係のないことだから。そんな邪険に扱わないでくださいよ。カレン寂しい。それじゃあ今日も業務お疲れ様でした。ちょっと待ってください。そんな冷たくしたら私、会社で何インフラすか分かりませんよ。え、それはどういう意味かな？社長が私のこと、ただの遊びだったとか、あることないこと、インフラしちゃおうかな？あることないことって、君が入社してきて何もないだろ？俺たちの間には。そんなの立場が下で、女性である私が言うのと、権力があって男性である社長が言うことだったら、皆さんどっちを信じますかね？そういうのを脅しっていうの分かってるかい？私は社長と結婚して、そろそろ寿退社したいだけです。そろそろ寿退社って、佐々木さんは入社したばかりじゃないか。将来安泰になるために社長が若い会社に入社したんです。社長はイケメンで、若くてそれなりに業績もいい会社のトップだから、私的には合格です。ねえ、ゴースケ社長？下の名前で呼ぶのやめてくれ。公私混同はしたくないんだよ。それじゃあ公私混同しないんで結婚してください。佐々木さんが一番公私混同してると思うんだけど。私花嫁修行してるからいつでも嫁げますよ。間に合ってるよ。またまたそんな強がり言わないで。これからは私が社長のプライベートを支えてあげますから、私を寿退社させてください。寿退社なら他に相手を見つけてください。私諦めませんからね。社長が私のことお嫁さんにしてくれるまで毎日お弁当作って社長室行ってやる。変な噂が立ったら困るからやめてくれ。立つようにしてるんです。私狙った獲物は逃がさないタイプなんで、外堀から埋めることにしますね。だからやめてくれ。やりすぎると社内の風紀を乱したとしてクビにするからな。クビになったら社長の家に毎日行きますね。警察が介入することになるぞ。そういうの全然聞きませんよ。さっきも言いましたけど、私は立場が弱い女性ですからね。しかも私って結構モテるんで、あんまり邪険にすると私のファンクラブが黙ってませんよ。ファンクラブ？私ってモテてモテて困っちゃうんですよね。ファンクラブの中には弁護士もいるし、怖くないですから。そんな一方的なやり方で万が一俺と結婚したとしても幸せになんかなれないぞ。社長夫人ってだけで幸せなんで大丈夫です。なんかすごく散財しそうだな君は。そんなことないですよ。花嫁修行してるって言ったじゃないですか。ちゃんと良妻賢母になります。証拠として明日早速お弁当作っていきます。結構です。唐揚げとかお好きですか？あー、ポテトサラダは？オムライスは？ケチャップライスとバターライスどっちがいいですか？今新規事業の準備で忙しいから、できれば面倒なことは避けたいんだ。頼むからやめてくれ。ああ、それじゃあ疲労回復のメニューにしますね。そういうことじゃなくて。急いでスーパー行かなきゃ。それじゃあ明日お楽しみに。佐々木さん、お弁当いらないからね。佐々木さん、ちょっといいかな。コウスケさん、お疲れ様です。名前で呼ぶのはやめてくれ。私とコウスケさんの仲じゃないですか。俺たちはただの社長と社員だ。それ以上は何もない。でも今社内ですごい噂になってますよ。私たち美男美女のカップルって。その噂ばらまいているのは君だろ。本当に外堀から埋め始めていて驚いたよ。その行動力と拡散力を仕事に生かせばいいのに。私もともと仕事なんてする気ないんですよね。だって私小さい頃から夢はお嫁さんですから。君の夢はどうでもいいんだ。そんなことより変な噂をばらまくのをやめて訂正してくれないか。訂正？どうして？私は社長と結婚して寿退社するんですよ。
だからそれはありえないって言ってるだろ。どうしてありえないんですか？私はこんなに社長のことを思っているのに、お弁当だって毎日作ってるのに忙しいからって受け取ってくれないし、お弁当も断ったよな。あまりにしつこいようだと本当に解雇を視野に入れるぞ。不当解雇で訴えますよ。頼むから大ごとにしたくないんだ。今忙しいって言ってるよな。だから私がサポートするって言ってるじゃないですか。いらないって言ってるだろ。そんなこと言わずに、ああ明日は元気が出るように中華持っていきますね。明日弁当を持ってきたらそれなりの対応をさせてもらう。これが最後通告だから。もし解雇にしたら私も容赦しませんからね。もう社内では私と社長が付き合ってることになってるんですから。私に何かしたら社長が悪者になる筋書きだって用意してるんで、よくお考えになってから行動してくださいね。 LINE で噂の全てがデタラメであると証明できるだろ。 LINE って正式な証拠になりますかね。随分と調べてるんだな。早く仕事辞めたいので、もちろん寿退社って形でね。それじゃあこれからも噂をばらまくし、こちらが拒否しても弁当を作ってくるってことだな。社長のために。自分のためだろ。わかった。それじゃあこちらもそのつもりで準備させてもらう。やっと結婚してくれる気になりました。それじゃあ明日は結婚式場のパウラと待っていきますね。そろそろかと思ってコツコツ集めていたんです。明日楽しみにしててくださいね。ああ、君も楽しみにしててくれ。あれほど言ったのに私がクビってどういうことよ。不当解雇って訴えられたいの？きちんと話を聞かずに会社を飛び出したと聞いたけど。当然じゃないですか。大体クビだとしてもどうして社長じゃなくて副社長が私に言うんですか？俺は君と一切会わない方がいいと思ってね。ちなみにこれは弁護士のアドバイスでもある。どういうこと？していることの証明は簡単だけど、してないことの証明は難しいだろ。なら徹底して君と直接会わないようにしているんだよ。だから今後は弁護士とのやり取りになると思うけど、佐々木さんは解雇、退職金はもちろんなし。なんだよ！本当に不当解雇で訴えるわよ！会社の金の使い込みで逆に君を訴えるよ。え？なんで？君のファンクラブだっけ？少し調べさせてもらったけど、うちの会社だと佐々木さんが配属している部の部長がいたね。その部長と結託して会社の金を使い込んでいただろ。あれは部長が勝手に使ったの。私は関係ないもん。もともと領収書が出てこない部署なのに、ここ数ヶ月やたら領収書が切られていて不思議だったから調べておいたんだよ。ちなみに部長はあっさり白状してくれたよ。嘘でしょ。佐々木さんはいろんなところで二人だけの秘密があるんだね。それは二人だけの秘密が今まで使っていたお金二人だけで返してくれよ。これで君が会社にとって悪者になったわけだけど、この状況で俺が佐々木さんの話が全部嘘だったって訂正したら、みんなをどっちを信じるかな。そんなの卑怯よ。君にだけは言われたくないよ。それじゃあ私社長夫人になって寿退社できないってわけ？退社はできるけどね。自主的にではなく強制的にだけど。せっかく若い未婚の社長がいる会社に入ったのに。俺結婚してるよ。指輪してないじゃない。金属アレルギーなんだ。嘘でしょ。じゃあなんで最初からそう言わなかったのよ。結婚自体は本当に最近したんだよ。このままだと佐々木さん婚姻届を勝手に出しそうな勢いだったし、社内の人間としたから公表のタイミングを見計らっていただけて。社内の人間？詳しく今度したくないって言ってたじゃない。会社立ち上げ前から付き合っていた彼女だし、共同経営者だから佐々木さんとはちょっと立場が違うんだ。そんなの知ってたら最初から狙わなかったのに。ひどい裏切りだわ。勝手に好きになって勝手に裏切られたのは君だろ。俺は俺なりに生きているだけだし。わかりました。それじゃあおとなしく会社を辞めさせていただきます。辞表出しますんで。いやだから君クビね。クビは嫌。退職金もらえないなんて、これからの生活どうすればいいんですか？毎日のお弁当のために高級スーパーで買い出ししてたからお金ないのよ。それも君が勝手にしたことだろ。社員の生活に責任持つのが社長じゃないの？自分勝手なところまで責任持ってられないよ。ここから先は弁護士との話になると思うけど、使い込んでいた分のお金は1ヶ月以内に返済してください。
お金ないって言ってるのに。社長ごめんなさい。もうお弁当も作らないし、迷惑もかけないから、せめて退職金だけはください。無理だ。そもそも新入社員として1年も働いてない君が会社の金を使い込んで社長である俺にしつこくつきまとっていたんだから、本来なら警察が介入する話なんだぞ。それを解雇という形にしているんだから感謝してほしいくらいだ。私の生活が成り立たなくなっちゃう。働き口はいくらでもあるからきっと大丈夫だよ。働きたくないのに。それじゃあ部長と結婚すればいいだろう。夢のお嫁さんになれるぞ。あいつだってクビだし、利用価値がもうないから、あんな奴のお嫁さんになるくらいなら一人の方がマシ。それじゃあ存分にお一人様を堪能してくれ。これ以上の連絡は弁護士がするから、俺はここで容赦しないから覚悟してくれ。逃げても無駄だからな。ちょっと待ってください社長、お願いだから容赦してよ。お金がない生活なんて嫌なの。二人は1ヶ月以内に使い込み分を返すため借金をしたそうです。その借金返済のために二人ともそれぞれバイトを掛け持ちしながら就職活動をしているそうですが、箸にも棒にもかかってないそうです。ちなみに佐々木さんは元部長に毎日のように求婚されてうざいと漏らしているみたいで、やっと俺の気持ちを理解してくれているのかな、なんて思っています。ねえねえ、聞いて聞いて、すっごいビッグニュースがあるんだけど。ビッグニュース？どうしたの？私さ、ここ最近体調不良が続いてたでしょ。その原因が分かったの。え、それってまさか何か大きな病気が見つかったとか？違う違う、病気が見つかってたならこんなテンション高くなるわけないじゃん。ああそれもそうか。それじゃあいいニュースってこと？そうなの、超ハッピーなビッグニュース。今日ね、私産婦人科に行ってきたの。え、産婦人科？それでね、ついに私の妊娠が分かったの。本当か？本当だよ、妊娠8週目だって。やったー、よくやった、さくら。うん、本当に私も嬉しいの。ついに念願の俺たちの子供だね。どうしよう、俺パパになるんだ。うわー、めちゃくちゃ嬉しい。何言ってるの、気持ち悪いんだけど。え、私があんたの子供って言った？勝手に父親面しないでくれる？え、だって俺お前の夫じゃん。それが何？え、俺とお前は夫婦じゃん。嫁が妊娠ってことは夫である俺の子供だろ。確かにヒラトは私の夫だけど、この子の父親じゃないから。え、この子は私とトーマくんの子供なの。あんたの血なんか繋がってるわけないでしょ。は？ついに念願のトーマくんの子供なの。こんなにハッピーなニュースないよね。おい、何言ってるんだよ。てかトーマって誰だよ。お前浮気してたってことか？ちょっと、馴れ馴れしくトーマくんの名は呼ばないでよね。私のトーマくんなんだよ。何が私のトーマくんだ。お前は俺の嫁だろうが。何他の男と浮気してるんだよ。浮気が何よ。今はあんたの嫁だけど、もう嫁じゃなくなるもん。は？私と今すぐ離婚して。私トーマくんとお腹の子供と3人で暮らしていきたいの。離婚？当たり前でしょ。私のお腹の中にはトーマくんの子供がいるの。どうしてあんたの嫁をやらないといけないわけ？いやいやいや、待て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 、トーマくんと私の子供だよ。絶対うめぱっちりの可愛い子だよね。ああ、出産祝いつくれても構わないから。は？出産祝い？嫁の私が子供を産むのよ。お祝いしてくれないわけ？産むのは浮気相手の子供だろ。なんで俺がお前の出産祝うんだよ。この少子化の日本で新しい命が誕生するんだよ。誰の子供であってもお祝いすべきでしょ。その前にお前は俺に謝罪しろ。それと慰謝料な。え、なんで？逆になんで？だって私悪いことしてないじゃん。どうして慰謝料支払うわけ？謝る必要もないんだけど。めちゃめちゃ悪いことしてるんだけど。夫はいながら他の男の子供を妊娠したんだぞ。慰謝料を支払って当然だろうが。私がトーマくんと浮気したのはヒラトのせいだもん。だから私は悪くないもん。あ、
いつも仕事ばかりで私のこと構ってくれなかったじゃん。それが寂しくて浮気したの。私を寂しくさせたヒロトが悪いんだからね。俺の仕事が激務だって分かってて結婚したよね。付き合ってる時も結婚する時も俺の仕事は激務だって説明してたよね。弁護士がこんなに忙しいなんて思わなかったの。だってドラマの弁護士って今そんな人いるじゃん。ドラマと一緒にするなよ。確かに事務所によって暇なところもあるけど、俺が所属しているところは大手の事務所なの。複数の案件を同時に抱えているのが普通なんだから。普通なんて知らないもん。私は大切にしてくれないヒロトよりたくさん愛してくれるトーマと一緒になりたい。トーマね。子供ができたこと伝えたらね、すっごく喜んでくれたんだよ。きっといいパパになるよね。俺も自分の子供ができたのかと思って喜んだんですけど、十分いいパパになれると思うんですけど。仕事で激務なあんたがいいパパになれるはずないじゃん。その点トーマくんは仕事も全部私に合わせてくれるの。会いたいって言ったらすぐに飛んできてくれるから。そのトーマって何してる人なの。え、コンビニの店員だけど。え、うん、今トーマくんのことバカにしたでしょ。トーマくんはね、無駄な仕事はしたくない効率主義なの。効率？生活に必要な分だけ最低限働いて、あとはのんびり自分の時間を過ごすの。あなたと違って素敵な考え方を持っている人なんだから。お金よりも時間を大切にするってこと？そうなの。激務続きのヒロトとは大違い。人生にはお金よりも大切なものがあるんだから。そうですか。いくら弁護士で高収入だからって調子に乗らないでよね。いい人生を過ごしてこそ勝ち組なんだから。別に調子なんて乗ってないし、俺はやりがいがあるから今の仕事を続けてるだけなんだけど。どうせ今日も帰りは遅いんでしょ。私離婚届書いておくから出しておいてね。これから私はトーマくんと一緒に暮らすから。勝手にすれば。でも俺は離婚するつもりはないからね。え、離婚って有責側からの離婚はできないんだよ。つまりさくらは俺が許可しないうちは離婚できないの。は？何それ気持ち悪いんだけど。私はもうヒロトのことなんて好きじゃないの。今さら謝ってきても遅いんだから。なんで俺がお前に謝るの？っていうか俺も浮気した嫁への愛なんてもう冷めたよ。え？でも私と離婚したくないんでしょ？うん、離婚したくない。もし俺とどうしても離婚したいなら、さくらの独身時代の貯金と共有財産は全部俺のものな。何よそれ。この条件が認められないなら俺は離婚に同意しない。トーマくんと結婚したかったら俺の条件を全部飲むんだな。ふざけないで。どんな嫌がらせなのよ。私のお腹にはトーマくんの子供がいるの。ヒロトを父親にさせるわけにはいかないんだから。じゃあ俺の条件を全部飲むんだな。もういい。あんたじゃ話にならないから。私はトーマくんと結婚するの。弁護士を呼ぶからね。弁護士は俺です。あ、有責側から離婚できないのが原則。どんな弁護士呼んでも俺は変えられないからな。そんな、じゃあどうしたらいいのよ。私はトーマくんと一緒になりたいの。もう一つ残された方法は、お前らが駆け落ちでも何でもして婚姻関係破綻の実績を作ることだな。え、駆け落ちしたらすぐに離婚できるの？ああ、でもすぐには無理かな。最低でも数年はかかるだろうな。数年？そんなのこの子の出産に間に合わないじゃない。それまで私ずっと未婚の母ってこと？まあ実質そうなるんじゃないかな。そんな、私はトーマくんと結婚したいだけなのに。じゃあ俺の条件を全部飲めばいいじゃん。そんなことしたら私は一文無しになっちゃうじゃない。バカじゃないの？え、人生にはお金よりも大切なものがあるんだろ。なら早く大切な子供とトーマくんのためにお金を手放せよ。そんなことできるわけないじゃない。これから子供を産むのにお金がかかるのよ。それはトーマくんがコンビニでしっかり稼いでくるんだろ。まあ必要最低限らしいからお金は少ないだろうけど。最低ね。浮気されたからって仕返しのつもり？トーマくんはきっといいパパになるだろうな。必
要最低限だけ働いてくれるから、ゆっくり二人で育児もできるじゃん。さくらの理想の生活だろ。もういい、払えばいいんでしょ。払えばあんたの条件を飲んでやるわよ。本当に？じゃあ離婚に応じてあげようかな。その代わり早く離婚してね。銀行の通帳も印鑑も全部置いていく。だからすぐに離婚して。分かったよ。じゃあ今日中に離婚届出しておくよ。本当？あ、それと東馬くんに伝えておいてくれる？東馬くんに？後で慰謝料請求するから支払いお願いしますって。え？東馬くんにも請求するの？当たり前だろ、嫁の浮気相手なんだからさ。やめてよ、お金なら私が全部払うじゃん。それはさくらとの離婚に同意してあげる約束の分だろ。それと東馬くんへの慰謝料請求は別問題だから。は？私が一文無しになるのよ。東馬くんからもお金奪わないでよ。人の嫁に手を出した男の末路なんてそんなもんだよ。俺も離婚条件の弁護することあるけど、浮気カップルって大抵悲惨な結末だからね。何よそれ、私と東馬くんは違うわ。子供にも恵まれて幸せな家庭にするんだから。そうだな、一文無しの嫁とコンビニ店員の旦那で幸せになってくれ。東馬くんに慰謝料請求なんて絶対にさせないんだからね。あんたのお金にがめつい伝言も伝えないんだから。そっか、じゃあ自分で直接伝えるよ。は？あんた東馬くんの連絡先も知らないくせに何言ってるの？ウケるんだけど。連絡先を知らなくても勤務先はわかるよ。2丁目のコンビニだろ。え？最近やたらコンビニスイーツ買ってるなって思ってたけど、まさかそこで浮気相手まで調達していたとはな。それだけでコンビニが分かったの？あとよくコンビニレシートがあちこちに落ちてるし、全部2丁目のコンビニで買ってるだろ。え？弁護士として数々の離婚劇を見てきたけど、こんなにバカなのお前くらいだよ。みんな必死に証拠隠したりするのにな。うるさい、嫁のコンビニレシートまで見てるとか気持ち悪いんだけど。もし東馬くんに慰謝料請求するなら、今度は私があんたのことをプライバシーの侵害で訴えるから。夫が嫁のレシートを見るのがプライバシーの侵害なの？優秀な弁護士をつけてやるわ。あんたも弁護士を用意しておくことね。俺が弁護士だから大丈夫です。優秀な弁護士つけてもいいけど、それなりにお金がかかるってことは知っておいてね。弁護士の料金って本当にピンキリだからさ。私たちの邪魔はさせないわ。絶対にあんたの思い通りにはさせないんだから。すぐに浮気相手である東馬くんに慰謝料請求をし、微々たる額ではありますが、なけなしの貯金から慰謝料をいただくことができました。あれからもう数ヶ月経ちますが、未だにさくらからは訴えられてはいません。噂によると二人とも生活のために昼夜問わず、起きている時間はずっとコンビニや日雇いのバイトで働いているようです。姉ちゃん、ちょっと報告があるんだけどさ、俺ついに結婚することにしたわ。結婚式も今年中にあげちゃうから。え、大輔が結婚？いつも彼女を特攻引っ越していたあんたが一体急にどうしたのよ。運命の相手ってやつに出会ったんだよ。今まで出会ってきた女の中で一番可愛い人と出会ったんだ。そうなの、それは素敵なことね。それに俺も20代後半でいい年だし、身も固めないとな。ちなみに姉ちゃんはいつ結婚するつもり？姉ちゃんはアラフォーになるし、そろそろ結婚しないとだよな。悪いわね、私は結婚以前にお付き合いしてる人すらいないわよ。だよな、妹の姉ちゃんに彼氏なんてできるわけないよな。当たり前のこと聞いちゃってごめんごめん。はあ、生まれてこの方彼氏すらできたことないアラフォーばだもんな。そんな姉ちゃんに今さら彼氏なんてできるわけないよな。弟の俺はもう100人ぐらいと付き合ってきたのに、バカみたいに真面目な姉ちゃんは未だにゼロに。ごめんごめん、いつ結婚できるのかは姉ちゃんの方が聞きたいよな。悪かったわね、バカみたいな真面目なお姉ちゃんで。別に結婚願望もそこまで高くないし、あんたみたいな遊び人の弟に心配されなくても結構よ。うわー、それよく聞くやつ。モテないブスに限って私は結婚願望なんてないしとか言い出すんだよな。はぁ、しかもそういうやつに限ってブスな上にデブ、余裕で体重40キロ超えてるブスそんなばかりなんだよな。ちょっと大好き、あんた40キロ以上デブだと思ってるの？当たり前だろ、
女の体重40キロ以上はデブだから、もちろん姉ちゃんも軽く40キロ超えてるよな。姉ちゃんはデブでブスでアラフォーで、しかもついには弟に結婚も追い越されるなんて、もう女として終わってんな。なんですって。まあでもそんな姉ちゃんに朗報だぞ。そんなめじめでかわいそうな姉のために、優しい弟は婚活パーティーに申し込んでやったからさ。え、婚活パーティーですって？地元の市役所で働いてる友達から連絡あったんだよな。市で待ち婚するから、誰か参加してくれそうな人いたら教えてくれって。だから姉ちゃんの代わりに俺が申し込んでやったからな。ちょっとやめてよ、そんなの勝手に申し込まれるのって不快だわ。いつもの独身ババアの姉がいることの方がこっちは不快なんだよ。結婚式はたくさんの友達も来るし、彼女の知り合いもたくさん来るんだ。そこに姉ちゃんみたいな人がいるだけでこっちは恥ずかしいんだよね。アラフォーにもなって独身ババアとか、世間的に見たらただのヤバいやつだからさ。そんな俺がいるってバレたら俺も変な目で見られるかもしれないだろ。だから俺の名誉のためにも結婚相手を見つけてきてくれ。何よその偏見は。独身アラフォーなんて山のようにいるわよ。それに結婚だけは全てじゃないし、大きなお世話よ。まあまあそんなこと言わずに楽しんできてくれよ。女性は無料だし、何より絶対いい出会いがあるはずだからさ。女として終わってる姉ちゃんのために60歳以上の男性部門に申し込んでおいたんだ。ここならアラフォーの姉ちゃんでも確実にモテるっしょ。それじゃあ今週末の日曜日楽しんできてくれよ。詳細は後でまとめて送るからさ。どうもはじめまして、大介くんの婚約者のカナです。姉のミユさんとははじめましてですよね。どうもはじめまして、弟から話は聞いています。この度はご婚約おめでとうございます。ありがとうございます。いきなり連絡してごめんなさい。でも同じ女性としてミユさんの婚活事情を心配しちゃって。こないだの婚活パーティーはどうでしたか？私が彼に貸してあげた服ちゃんと着てくれました？もしかしてあのミニスカや胸元と背中がっつり開いた服のこと？あの服カヌさんの服だったの？はい、大介くんからミユさんがいかにダサくてブスなのかは聞いています。だからそんな人でもモテるような服を貸してあげたんです。ちゃんと大介くんから受け取ってくれましたよね？受け取ったけどあの服は着ていかなかったわ。露出も多いし、正直言って私の好みでもないし、なんだか気を使ってもらったのにごめんなさいね。せっかく貸してあげたのに着てくれないんですか？私厳選の超可愛い服なんですよ。服は可愛いんだけど、やっぱり露出がね、女性としてあんなに肌を出すのはちょっと抵抗があるっていうか。いや真面目かよ、若いよな、露出してなんぼですよ。露出してるからこそ可愛いのに、なんでそれがわからないんですか？って、あ、そっか、ミユさん、私と違って若くないババアでしたね。そのことすっかり忘れてました、ごめんなさい。は？水もはじくような若々しい肌の私と違って、ババアなミユさんの肌はシミとたるみがすごそうですもんね。ミニスカも誰もババアの生足なんて見たくないですよね。ごめんなさい、配慮が足りなかったですね。はあ、まあでも60歳以上の男性限定マチコンですし、どんな服でも女であれば誰だってモテますよね。で、結果はどうでしたか？さすがにモテてきましたよね。逆に財産目当ての女だと怪しまれて誰も近づいてこなかったわよ。会場でずっと一人ドリンクを飲んでいたわ。やば、60歳のじじいにもモテないとか終わってるんですけど。ミユさんって私の想像以上にヤバいブスなんですね。ちょっとカナさん、あなたさっきから一体何なの？初対面のくせにババアだの終わってるだの、婚約者の姉に対して失礼な発言だと思わないの？嫌だな、一応義理の妹になるからこそ心配してあげてるのに。っていうかミユさんの方こそ私たちのために本気で頑張ってくださいよ。結婚もせず頼れる子供も身寄りもなく、いつか私たちを当てにされても困るんです。だから早く結婚する努力をしてください。なんですって？せっかく弟カップルが心配してあげてるんですよ。だからミユさんも頑張ってくださいね。女は結婚してこそ人生のゴールなんです。みじめな独身アラフォーババアも
諦めたら試合はそこで終了ですよ。あのね、かなさん、私は結婚願望があまりないし、弟から何を聞いたかわからないけど、そっとしておいてくれないかな。別に私は惨めでも何でもないし、これでも自分の人生を楽しんでいるの。何言ってるんですか、みゆさん。女は結婚してこそ幸せなんです。結婚しない女なんて生きる価値もないですよ。そこまで言われないといけないの？弟の大輔くんを少しは見習ってくださいよ。たくさんの人と恋愛してきて人生充実してるじゃないですか。あれが正しい人としての生き方なんですよ。その点みゆさんの生き方は本当に終わってます。彼氏もできたことがないって女としてありえなさすぎです。真面目に生きるだけの人生なんて生きてる意味ないですよ。生きてる意味もないって。だから頑張って恋愛に積極的になりましょうね。このまま独身を貫いた先には惨めな人生の終わりしかありませんよ。どうも、久しぶりです、みゆさん。あれからどうですか？結婚相手まではできなくても彼氏ぐらいはできましたか？お久しぶりね、かなさん。結婚相手も恋人も未だにできていないけど、それがどうかしたかしら？はぁ、やっぱりでしたか。では申し訳ないですけど、明日の私たちの結婚式は欠席でお願いしますね。え、結婚式を欠席ですって？はい、そうです。どうせ相変わらず出会いもないんだろうと思って、実はみゆさんのために結婚式にいい感じの男友達を誘っておいたんです。でもみゆさんの写真を見せたら興味ないってみんなに断られちゃって。は？ついさっき最後の一人からも断りの連絡があったんですよね。だから式に参加しても無駄なんで来ないでください。誰にもモテない独身ババアが来ても逆に迷惑なので。はあ、ちょっとかなさん、これはあまりにもひどいんじゃないの？頼んでもないのに男友達に声をかけるわ。それで結婚式にも来るなって。私は新郎の実の姉なのよ。でもその新郎も来ない方が助かるって言ってましたよ。ブスの荒王がいても盛り下がるだけだから。って何ですって。弟夫婦なのに独身のみゆさんが結婚できるように頑張ったのに、それなのに結婚相手どころか恋人も作れないようなみゆさんが悪いんですからね。女として終わってるような人は結婚式にふさわしくありません。独身ひものババアは式に来ないで。覚悟しといてね。え、まさか独身なだけでここまでひどい言葉を投げかけられるとはね。さすがの私ももう限界。お望み通り式には行かないけど、後でどうなっても知らないから。独身ババアが欠席したところで式には何の影響もないんですけど。強気な意味がわかりませんが、とにかく明日は来ないでくださいね。ひものババアは家で一人ひころびててください。どういうことですか？大量の元彼と元彼が私たちの式場に来てるんですけど、そのせいで受付はごった返してるんですけど。皆さんお祝いに駆けつけてくれたのね。別れた人たちにも愛されてるなんて素敵な話じゃない。彼氏いない歴36年の私にとってそんな話尊敬するわ。はあ、心にもないこと言ってんじゃないわよ。それに何がお祝いに駆けつけに来たよ。なわけないでしょ。金返せとか尻がる女とか叫び出して結婚式はめちゃくちゃよ。え、私おうちじゃお付き合い経験は3人でごまかしていたのに。なのに元彼たちのせいでママとパパが泡吹いて倒れたじゃない。一体どうしてくれるんですか？実はサークルクラッシャーやってたことも、友達の彼氏を何人も奪ってたことも全部バレたじゃないですか。恋愛がすごく好きな子なんだとは思っていたけど、まさかそんなことをしていた子だったとはね。どうしてくれるのよ。まだ結婚式は始まってもいないのに、式場受付が大混乱でもうそれどころじゃないのよ。それにみんな今日のことはみゆさんから聞いたって言ってるんですよ。これ一体どういうことですか？みゆさんが元彼たちに連絡して結婚式をぶち壊すように言ったんですか？いくら結婚を先越されたからってこんなのひどいです。誤解はやめてちょうだい。私から連絡したんじゃなくて、彼らから私に連絡は殺到したのよ。二人の結婚式の情報を教えてくださいってね。え？実はずっと前から連絡はひっきりなしだったのよ。
私は大介くんの元カノですって連絡や、僕はカナさんの元カレです、友達ですみたいな連絡がね、きっと結婚式で何かやらかすつもりなんだろうなとは思っていたけど、まさか結婚式を挙げられないぐらいに大騒ぎになるとはね。ちょっと待ってください。え、嘘でしょ？何かやらかすんだろうなって思った上でわざと私たちの結婚式について教えてあげたってことですか？ね、そうよ、欠席しようって言われたし、そんな結婚式はどうなのと私には関係ないからね。はは、意味がわからないんですけど、なんでそんな意地悪するんですか？ミルさんが黙ってくれていれば結婚式は何事もなかったのに。だって真面目でいることがバカらしくなってきたんだもの。え、どんな恋愛脳のバカ夫婦だろうと私からしたら大事な弟夫婦だから姉として真面目に断ってきたし、時には彼らに別れた人のことは忘れた方がいいって説得だってしたわ。でもあなたたちはそんな私をバカにしてきたわよね。真面目なだけの独身ひものババアって。だからそれでもう全部がバカらしくなったのよね。それで式の情報をバラしたって言うんですか？ね、そうよ、恋愛をしたこともない私が恋愛上級者の二人の結婚式を守ろうなんておこがましいものね。元彼元カノが大量に押し寄せてきても、経験豊富なあなたたちならなんとか対処できるでしょ？できるわけないでしょ！結婚式に乗り込まれるなんて初めてなのに。それじゃあ素敵な結婚式を楽しんで。私はご希望通りお家で寝とふり見て干物生活楽しみます。どうしてくれるんだよ。強行した結婚式はめちゃくちゃになったし、最終的には式場からも迷惑料請求されたんだぞ。あらあら、それは大変そうね。一言みたいに言ってんじゃねえぞ。姉ちゃんのせいでこうなったんだ。だから迷惑料どころか結婚式費用も全部姉ちゃんに支払ってもらうからな。なんで私が払うのよ。大量の元カレ元カノが押し寄せてきたのは自分たちのご自慢な恋愛経験の結果でしょ。自業自得なんだから自分たちを支払いなさい。なんだと？昔から彼女を特会閉会していたとは思っていたけど、まさか同時に複数人と付き合ったり、それぞれからお金を借り逃げしていたとはね。しかも大輔どころかかなさんも似たようなことをしていたとは。まさにあんたたちはお似合いの夫婦よね。どこがお似合いだよ。俺はかなちゃんがそんな子だったなんて知らなかったんだぞ。え、そうなの？男の俺はいくら遊んでもいいけどさ、でもこんな女の子はたくさん遊んでいるのはなんか嫌じゃん。顔も可愛くて服も肌見せが多くて綺麗でさ、なのに男とは3人としか付き合ったことがないって言うからさ、まさに俺の理想の子だと思って結婚決めたのに、なのにあんなに元彼がいたなんて。あんたって遊んでる割に女の子に目を見てるとこあるわよね。かなちゃんには裏切られるし、あちこちに金を払わないといけないし、どうしてくれるんだよ。姉なら俺たちのことを助けてくれよ。あー、そのことだけど、私はもうあなたたちの姉じゃないから。縁を切ることに決めたのよ。え？親にも話して理解してもらってるの。それじゃあそういうわけで全部二人で頑張ってね。私はもう何も知らないから。お久しぶりです、みゆさん。ちょっとお願いがあって連絡をしたんですけど、その私たちにお金を貸してくれませんかね。弟から聞いていないかしら。私あなたたちとは縁を切ったつもりなの。だからお金は一切貸さないし、なんなら連絡もしてこないでほしいのよね。そんなこと言わずにお願いします。私たち本当に今やばいんです。挙式費用に式場への迷惑料、あとは元彼たちに請求されたお金を返したら本当にやばくて、公衆所に1000万ほど用意しないといけないんです。え、そんなに？だから500万、いや1000万、いや、やっぱり30万とかでも構いませんのでお金をください。ちゃんといつか全額返しますから。大変そうなのは伝わったけど、でもごめんなさいね。さっきも説明した通り縁は切ったの。あなたたちを助けるなんて絶対にしないから。じゃあ助けなくてもいいです。お互いにメリットのある取引をしましょう。それならね、いいですよね。メリットのある取引ですって？お金を貸してくれたら私のモテテクニックをミユさんに教えます。これならどうですか？そうは絶対にさせませんよ。何がモテテクニックよ。あなたにやってることはただの若さの押し売りでしょ。真にモテる人はテクニックなんて必要ないのよ。え？
ではこれで失礼します。バカなこと考える暇があったらとっととお金を貸してくれるところに行って頭を下げなさい。それじゃあね。弟夫婦はそれぞれの両親や親族、そして仲のいい友達など全員に頭を下げたようですが、誰もお金を貸してくれる人はいなかったそうです。そして二人は泣く泣く消費者金融からお金を借りることとなり、今は借金返済のために二人とも夜のお仕事に転職したと聞いています。恋愛上級者の俺たちなら夜の仕事なんて楽勝だぜと最初はノリノリで始めたそうですが、そんな二人のテクニックはプロの世界では全く通じず、今やトイレ掃除が仕事の大半だと聞いています。どうもお久しぶりです。ケイタさんの妻のミカです。はあ、お久しぶりですね。安心してください。別にあなたと雑談するために連絡したわけじゃありません。今日は彼の元妻のあなたに聞きたいことがあってご連絡しました。私に聞きたいこと？あなたにケイタを奪われて離婚してもうあれから10年は経ってるんですけど。ああ、その前にまずはご報告ですね。実は先月夫のケイタさんが亡くなりました。え？びっくりしますよね。突然の不幸な事故で、ある日いきなり会社に行ってくると出かけたっきり、そのままケイタさんは帰らぬ人になりました。それは本当に突然のことですね。この度はご愁傷様でした。ありがとうございます。で、そのことを踏まえて聞きたいことがあるんですけど、サナエさん、あなた彼の遺産について何か知っていることはありませんか？彼の遺産について知ってること？10年前に別れた元妻の私がそんなの知ってると思う？今遺産整理をしているところなんですけど、これが思った以上に少なくて困ってるんですよね。私の予想じゃ最低でも貯金5000万ぐらいなら余裕であると思っていたんですけど。まあ女癖は悪いけど仕事だけはできる人だったからね。中小企業勤めとはいえそこそこの役職にいた人だし。そうなんですよ。それにあなたと離婚して私と再婚した後も順調に出世し続けてたし、なんだったらボーナスだけで200万とかあったんですよ。なのに遺産がたったの200万なんです。彼の通帳にはたったそれだけしか入っていなかったんですよ。私と離婚した時でも年収1000万はあったのに、それで貯金200万なんて確かにびっくりね。私ケイタさんとの子供がいるんです。でも彼が亡くなったから一人で育てないといけないんです。なのにたったの200万しかないなんて無理ですよ。本当にお金に困っているんです。え、ちょっと待って、あなたたちって子供がいたの？そりゃ結婚してれば生まれますよ。子供のできない不良品女と一緒にしないでください。はい。ケイタさんと結婚してすぐ妊娠も分かって出産したんです。ちなみに彼にそっくりの可愛い女の子ですよ。今まではケイタさんのおかげで何不自由なく甘やかして育ててきましたけど、お金がないんじゃ今まで通りの生活をさせてあげられません。そんなのって娘がかわいそうだと思いませんか？大黒柱を失って不安な気持ちはわかるけど、でも生命保険やら家は残るじゃない。貯金はなくてもそれだけ資産があれば十分じゃないの？持ち家じゃないんです。定期的に引っ越すのが好きだからって今のところは賃貸ですし、生命保険は確かにどこか契約してたと思うんですけど、どこの会社なのか全然保険証券とかが見つからなくて。なるほどね。それで私に連絡してきたってわけね。10年前に離婚した元妻でも何か彼の資産について知っていることはありませんか？なんだったら彼の隠し口座とかありませんか？彼の遺産がたった200万なんてありえないんです。絶対にどこかに隠し預金があるはずなんです。悪いけどそんなの何も知りません。遺産は諦めた方がいいんじゃないかしら。なんですって？彼の生命保険も保険に無頓着だった彼に当時の妻だった私が無理やり入れさせたようなものなのよね。だから離婚と同時に解約した可能性も高いし、隠し口座も当時は何もなかったはずだわ。じゃあどうするんですか？たった200万で娘とこの先どう暮らしていけばいいって言うんですか？そんなこと言われても知らないわよ。ではこれで失礼します。待ってください、話はまだ終わっていませんよ。え、
まだ何かあるの？はい、大事な話が終わっていません。彼の遺産が本当にないって言うなら、これはもう仕方がありません。それなら足りない分は元妻のあなたが出してください。は？私が足りない分を？私が育てているのは彼との子供です。あなたの元旦那のケイタさんの DNA が入った子供です。だから元妻も育児に協力して当然だと思うんですよね。当てにしていた遺産がない分、足りない生活費を出してください。は？ふざけんじゃないわよ。なんで元妻がそんなお金を出さないといけないのよ。現妻が困ってるんだから仕方ないじゃないですか。とりあえずこれからは養育費として毎月10万は私にください。それぐらいなら別にいいですよね。全然良くないわよ。養育費って何よ。私はあなたたちの子供の親じゃないのよ。そんな私にお金を要求するってバカじゃないの。実の親じゃなくても間接的には親っぽいと思います。はあ？娘はあなたの元旦那の子供なんですよ。あなたが一度でも結婚した人の DNA が入ってるんです。だから責任を取ってくださいよ。むちゃくちゃ言わないでちょうだい。結婚したけど裏切られた人の子供なのよ。子供に罪はないといえど興味はないわ。私からケータを奪ってあれだけ私の人生をめちゃくちゃにしたくせに、これ以上私を巻き込まないで。巻き込んでいません。協力してほしいって言ってるだけです。あなたのことは調べました。その後再婚もせず、彼からもらった慰謝料やら財産分与で贅沢に暮らしているようですね。おかげさまで離婚の時に浮気の慰謝料請求ができたからね。生活費は自分の給料でこと足りてるし、あなたたちからもらったお金は私の私利私欲に使わせてもらっているわ。元妻が贅沢暮らしで現妻と娘が貧乏生活っておかしいですよ。だからここは協力してください。一緒に彼の子供を育てましょう。はあ？こっちは子供がいるんですよ。大人なら助けるのが当然だと思います。ケイタさんの元妻ならなおさらね。本当に思ったより遺産が少なくて困ってるんです。彼の子供を育てるために元妻として養育費払ってください。彼に子供はいませんけど。え？だからもう本当に私を巻き込まないでくれますか。バカバカしい話にはもうついていけません。あんた何言ってるの。急に頭のネジでも吹き飛んだ。ケイタさんに子供はいるわよ。私と彼の DNA を半分ずつ持った子供がね。元妻として協力したくないからって適当なこと言わないで。 DNA が半分？ゼロの間違いじゃなくて？は？ミカさんには悪いけどね、あなたが嘘をついて彼の子供として産んでるのは知ってるのよ。だからケイタの子供だから元妻も協力しろだなんて私には一切通じませんからね。何を言ってるんですか。娘は結婚後に妊娠が分かった私と彼の実の子供なんですよ。彼は子供ができない体です。私と結婚していた時にちゃんと病院で検査までしてもらっているの。え？私たちはなかなか授からなくてね。なのに姑たちは早く孫の顔を見せろ、出来損ないとか言ってくるし、本当に毎日つらかったな。それで彼にお願いして検査してもらったら、そういう結果だったのよ。そんなのデタラメよ。子供ができたって報告したら彼も彼のご両親も喜んでたし、本当にそんな検査をしていたら妊娠なんて嘘だって私を疑うはずじゃない。医者の診断結果を誰も認めてくれなかったからよ。彼も姑もヤブ医者だって認めてくれないし、そんな中あなたと浮気されるし、ほんと離婚したあの頃は毎日がつらかったわ。そうなの？どうせ私に金を要求してこいってあなたに言い出したのもあの憎たらしい姑なんでしょ。たった今姑からも連絡が来たわ。遺産を知らないなら元妻として現妻と孫を助けてやれって連絡がね。あ、いや、それは私の口からこの姑に言ってあげましょうか。嫁と孫思いなのは素敵なことですけど、まずは大事なお孫さんの DNA 検査をした方が絶対にいいってこと、あなた方とその息子さんはずっと騙されていたんですってことをね。いや、やめて。もういい。あんたには頼まないわよ。お金は別にいりません。だから私たちに関わらないで。あんたたちが私に関わってきてるんでしょうが。何よ、ちょっとお願いしたくらいで脅しやがって。あなたってすごく意地悪なのね。私から旦那を奪った上に
よその男との子供の養育費を請求する人には言われたくありません。うるさい、もうあんたなんかには頼まないし連絡だってしないわよ。はあ、少しでも協力してくれるならお礼として遺産を少しは分けてあげようと思ったのにな。そんな考えもないくせに知らずらしいわね。さすが企みを隠しきった女だわ。バレなきゃどんな犯罪もセーフなんだよ。別に血がつながっていなくても戸籍上は彼の子供だし、遺産相続には何にも問題はないもんね。そうね、倫理観は問題ありだけど。うるさい、遺産も何ももらえないやつが口出しするな。あ、わかった、あんた私が遺産をもらえるからって嫉妬してるんでしょ。プ、残念でした。彼の遺産は全部現妻のものです。元妻は1円ももらうことができませんから。たかが200万に嫉妬するわけないでしょ。財産分与に浮気の慰謝料に私はその10倍はもらってたんだから。どうせもうそんなお金も使い切ったんでしょ。使い切ったお金を自慢しても意味ないのよ。彼の遺産は私と娘の二人占めだもんね。あんたには1円も渡さないんだから。バーカバーカ。悪いけど他にもいるわよ。え、あなたって本当に何も知らないのね。彼の遺産をもらう人たちなら他にもいるわよ。ああ、もちろん私ではないけどね。はあ、私たち以外で誰がもらうのよ。彼の遺産を相続できるのは彼の家族だけ。だから妻の私と娘の二人だけなのよ。彼の家族はあなたたち以外にいるってことよ。少しは頭を使いなさいよね。はあ、実は離婚した後すぐに連絡があったのよね。彼が認知した子供を育ててるって女性から。え、だからその人たちにも遺産を相続する権利があるわ。待って、え、認知した子供？何でも私と離婚するからそれまで待っててくれって言われて、もう3年も啓太のことを待ち続けていたんですって。でもなかなか離婚しないから、ついに私に直接連絡したみたい。でもそこで私が離婚したこと、美香さんと再婚したことを伝えたら驚いてたわ。あんの裏切り男めって。その後ブチ切れてもいたけどね。ちょっと待って、嘘でしょ。それって私の他に女がいたってこと？女だけじゃなくて子供もね。その女性には双子がいるんですって。でそのどちらも啓太は認知していたそうよ。はあ、双子で、でも待ってよ、そんなのおかしいじゃない。そもそも彼は子供を作れない体でしょ。なのになんで双子なんて生まれてるのよ。だから頭を使いなさいよ。それも全部あんたと一緒で企んだからでしょ。え、つくづくバカな男よね。こんなに企んに引っかかるなんて。でも血のつながりはなくても認知した以上父親は彼よ。彼の遺産はどんな関係性だろうが全員に平等に与えないとね。法律じゃ浮気相手の子供だろうがなんだろうが、認知した子供は平等に扱われるべき存在なんだから。待って、それじゃあただでさえ少ない200万の遺産を仲良くみんなで分けるってこと？一応あなたが妻だから半分の100万は美香さんが相続ね。で残りの100万を子供の合計人数の3人で分けるってとこかしら。その子供全員が企んってところが面白いけど。全然面白くないわよ。ただでさえ遺産は少ないのに、それがたったの130万ちょっと？こんなのってありえない。じゃあ彼が亡くなったことや遺産については特別に私から彼女へ伝えてあげるわ。彼女に美香さんの連絡先を伝えておくから、あとは当事者同士で話し合いなさい。そんな。まあまあ、そんな落ち込まないで。これでなんで貯金が少ないか予想がつくでしょ。少しすっきりしてよかったじゃない。え、予想？一応認知している身として彼女に生活費を渡していたみたいよ。具体的にいくら渡していたのかは知らないけど、貯金残高が200万ポッチになるくらいには向こうのご家庭にも援助していたってことじゃないかしら。そういうこと？だからたった200万しかなかったの？あとは私も知らない生命保険の行方ね。解約してるのか、はたまた向こうの彼女に管理を任せているのか。嘘でしょ？それもありなの？死人に口なし。彼が何をしたのかは2人で話し合って確認してください。じゃ、一番無関係な私はこれで。後日、美香さんと啓太の第二夫人とで話し合いをした結果、
やはり貯金の大半は生活費として第二夫人に渡していたそうです。生命保険も受取人を第二夫人にされていたらしく、第二夫人は数千万もの金額を手に入れたんだとか。その後、美香さんはお金もなく啓太のご両親の実家で暮らすことになったそうですが、日に日に成長していく娘が啓太とは全く正反対の顔になっているようで、いつ企んがバレるかとスリルのある生活を送っているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。